新型コロナウイルスのワクチン接種が進むアメリカで高齢者などの自宅に看護師が訪問しワクチンを接種する取り組みが始まっています看護師が女性にワクチンを投与します一人では外出が難しい高齢者などを対象に在宅訪問での接種が進められています北東部コネチカット州で11日 92歳の女性が自宅で新型コロナウイルスの予防接種を受けました。コートニーさんが勤務する病院では、今週から車の運転ができない高齢者や認知症の患者らに在宅訪問でのワクチン接種を始めました。 かかりつけの患者が対象でおよそ3300人の自宅を訪れる予定です。